はいどうもピオキングです。今日はですね、正解のコース遊んでいきましょう。で、最初に見つけたのがこのコース、これね、クリア率 0.72% ぐらいなんですけど、パックンしかいないんですよねこれどうやってするんだろう。鍵を取ると思うんですよ。鍵取れんくない？助走が足りないのか。崖ギリギリまでジャンプして、あ、取れる。鍵を取ってすぐね、ドアに入ると思うんですよ。それでいけるかな。あはは、鍵取るのが難しい。鍵取った瞬間ね、パックンのとこにいるブロックに乗って扉に入るみたいな、そんな感じと思うんですよね。よし、うわはは、難しい。もうちょっとなんだけどな。パックンの方にね、行き過ぎるとやられちゃうもんな。それじゃ左から右に助走つけていく。よし、来た。よしよしよし、これゴールでしょ。やったいやー、これ結構難しかったな。斬新だな、このコースも。めっちゃ面白かったです。それじゃあ2つ目はこのコース、スターに触れるとダメっていうコースだね。まあ、クリア率は 3% 未満ぐらいだから、そんなに難しくはないと思うんですけど、まあ、たまにはね、こういうのもいいでしょう。最近ね、ちょっと結構クリア率が低めなのばっかやってるから、たまにはこういうコースもやりたいよね。あー、ちょっとね速攻当たっちゃった。それじゃあナメプはいけませんね。 3% 未満と言ってもナメプはいけません。まあ、これはゆっくり行こうか。まあ、3% 未満ですから、そんなにね、難しくないと思うんですよ。ほら、ね、こんな感じでジャンプして、もう渡っていけば OK! よし、で、これが1面ってことね。2面は結構難しそうだけど、これジャンプしてくぐれるよね。で、これも簡単んだよね。まあ、これも簡単。うん、いいね、いいね。そして、これは3面ステージ。これ簡単じゃん、これこれ結構簡単。 2.8% こんなものか。もしかして僕が上手くなりすぎたのか。さて、次ではこれも簡単じゃん、ほらね、これ簡単簡単で、これ上に行く、で、上に行く、そしてこれジャンプ、ほら、あ、めっちゃ簡単。めっちゃ簡単なんだけど、めっちゃ面白いね。あ、ちょっと待って、これ こんな感じか。 OKOKOK。 そしてここはジャンプ、オッケー。で、鍵どこ。あ、また戻らないけんのね。あー、ちょっと怖いな、これ。よしあー、楽しい。久しぶりにこういうコースめっちゃ楽しい。お、ちょっと待って待って、ちょっと待ってね、スター。オッケー、これ一発でクリアできたらすごいですって書いてたね。まあ、最初のさ、ちょっとやられたのは一発に入れなくてもいいよねこれはこれでいけたら一発でゴールっていうことにしましょう。で、次は、なるほど、ボスと戦いながら、ちょっと待って、これは難しい。よし、オッケー。ここでブンブンを倒す、倒させてくれ、ブンブン。よし、オッケー。え、これもうほぼ一発だよね、これでゴールしたら。イエーイえ、これ結構うまかったんじゃない。はい、それじゃあ3つ目はこのコース、止まるんじゃねえぞ。これクリアできる？ラスト。まあ、ラストっていうか、まあ、始まりもよくわかんないけど。ごめんなさいね。ママヒハマさん。ちょっとめっちゃ噛みそう。ママヒハマって。3回は言えないな。止まるんじゃねえぞ。オッケー。こういうのは僕得意なんですよ。一発では無理かもしれないですけど、クリアしていきたいと思います。俺めっちゃ得意なんですよね。こういう、なんていうの？まあ、落ちるブロック。え、待って、これは？なるほど、これ一回当たっていい感じね。で、これはこのまま左に行く。これ一発でクリアしたいよね。 0.85% 一発でクリアしたら、まあまあうまい部類に入る。はい、皆さん、今のは夢今のも夢今のも夢。別に何も見てなかったでしょ、皆さん。それじゃあこのまま渡っていこうか。リフト遅いのあるよね。遅いのと速いのが混じったら結構難しいんですよ。この羽が生えたリフトと生えてないリフトが混ざってるから、ちょっとね、タイミングを狂わされちゃうんだ。まあ、野球で言うとめっちゃ速いね、ストレートが来た時に次チェンジアップが来るみたいなまあそんな感じですよ。おーい、よし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 。で、ここは速い速い、ここはリフトない。 OK、 このまま
まま上に渡っていく。よし、これは、うん、最後羽だから遅いね。これ左、うん、ここら辺でそろそろ中間ポイント欲しいけど、よし、でここをすり抜けていこうか。どっちがいいんだろう。これは上から行こうか。そして土管に入る。あ、もうゴールじゃない？ねえ、これゴールだ、きっとゴールだ。こっちか。あー、トゲ先っちょ。待って、これ中間ポイントさ、うん、やっぱこっからだよね。結構しんどいな、これ 0.85% なだけあるね。ちょっとだけきつくですよ。ま、ここまで来たらもうこっちのもんでしょう。ジャンプで、ここも走っていく。これ上からも下からも行けるから優しいよね。どっちかしか行けないとかだったら結構厳しいけど、そしてこの最後のステージもまだ全部見てないからな。よし、ま、簡単なんじゃないかな。お、待ってくれ、これは気をつけないと針に当たっちゃう。最高このコース。最高、めっちゃ好き。よし、それじゃあ最後にファイヤーバーのね、スピードラン。スピードラン自体がめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、このファイヤーバーのスピードランってほんと楽しいですよね。当たるか当たらないかの瀬戸際、もうこういうの。ちょっと待って、急にサボテンは反応できない。急なサボテンすぎる。ちょっと待って、そのサボタージュ、ちょっと待ってくれ。見て、こういうファイヤーバーマジで好きなんですよ。ブブーって言われちゃった。ブブーとかあんの？ハズレのオンオフとかあるの？それはちょっとわからないよ、さすがに。で、このままジャンプしていく。オッケーオッケー。うわ、このギリギリ感がね、めっちゃ楽しいよね。ジャンプ、で、ジャンプ。オッケー。よし。で、このまま渡っていくけど。なるほど。ここで一旦止まらなきゃいけないのね。てっきりね、スピードランだから止まらないで行くのかと思ってたけど、一回止まるんだ。で、ここでジャンプして渡っていく。オッケーオッケー。もうね、最後までの行き方は分かったから、多分ノーミスで行けると思うんですけど、ここで一回止まるっていうね。くっ、え、ここ難しくない？最後待って、このね、サボタニア、このサボテンくんに結構当たるんですよ。最後難しいよね。最後がね、綺麗に生かしてくんないんですよ。ちょっとタイミングが見計らって、なんていうの、ファイヤーバーをくぐらなきゃゴールできないんですよね。それがめっちゃ難しいの。この辺か、あの下から来るファイヤーバーが一回通り過ぎてから行けっていうことね。だからちょっと待たなきゃいけないね。それがめっちゃ難しい。時間に追われてるからね、スピードランって長いな。最後のファイヤーバーめっちゃ長いな。まあまあ、でもこのコース非常にギリギリを攻めてきてます。こういうのね、作る人ほんとすごいよね。作るのにめっちゃ時間かかったと思う。それじゃあここはちょっと待っておいて、このタイミング、オッケー。 0.00 秒、0.00 秒、違うな。000秒か。最後のタイミングがちょっとだけ難しいですけど、クリアできました。それじゃあ今日のマリオメーカーはここで終わりたいと思います。今日したコースは本当に全部めっちゃ面白いですから、気になったコースがあればぜひやってみてください。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。